今川動画製作所。おお、ここか。いい部屋じゃねえか。牧村が買った旅館ですが、気に入っていただけたんなら何よりですよ。いや、管理園の連中が月一でここに来てるって言うだろう。羨ましかったんだよ。その前から組員でも泊まれる宿があるって噂は聞いちゃいたが。俺はたまに不動産絡みの仕事をやってんですが、その縁でここを紹介されましてね、牧村たちを連れてきたんですわ。そしたらここの主人がもう客が来ねえから閉めるって言うんで、牧村が買い取りまして。組員の慰労施設にしたの？あいつほんと詳細あんな。詳細あったらんなことしやしませんよ。まだ全然赤字らしいんで。そりゃそうだ。管理園だってあいつの金で動いてるしな。でもネットに載ってたぞ、隠れ家的温泉宿っつって。そんな大っぴらにやっていいのかよ。ああ、それも牧村の算段すわ。最初の頃は組員だけの営業だったんすが、管理園や組の連中が使うのはせいぜい月に10日くらいなんで、他の日を完全予約制の高級旅館風にしてこそっと宣伝打ったんですよ。知る人ぞ知る昭和レトロな秘境宿、夜になると怪現象がと。怪現象？面白いじゃないですか、そういうの。マニアも寄ってきますし。で、俺の知り合いのオカルト系雑誌の編集者さんに力を借りて、嘘でもねえけど本当でもないギリギリのラインのネタを流したんですよ。そしたらまあそれがバズってじわじわ予約増えてるらしくて。その記事俺も見たわ。だから今日行くとこは幽霊出るのか、こりゃやべえなって思ってたんだが。チゲはお化け苦手だもんな。そりゃすんません。いや出ません。というか出る場所もあるらしいんですが、客室関係ねえんで。結局出んのかよ。ああまあ裏の井戸とか。俺は井戸は絶対行きませんからね、絶対。そんだけ怖がるなら来なきゃよかったのによ。そりゃあんまり乗り気じゃなかったですけどね。本当にすみません、無理にお誘いしちまったみてえで。だってよ、今日は告げや下の連中誰も来ねえっつじゃねえか。声かけようとしたんすけどね、伊佐治さんが。あいつがいたら酒もすきり飲めねえだろう。っていうもんですから面倒だったんで、うちも若えの連れてきてません。今日は俺が皆さんのお世話係やらせてもらうんで、下がいねえでもと思ったんですが。つーい。いやいい、お前は悪くないだよな。下の連中にまで声かけるとそりゃ大所帯になるもんな。だけどな野口、お前覚悟しとけよ。はい。代表、先に一度旅館の中歩いてみませんか。さっき挨拶してくれた主人も堀氏だっつうんで喋ってみてえし。おお、いいな。黒の前に散歩としゃれ込むか。おや、どうなさいました？いやいや、ちょっとご主人と話してみたかったんですよ。堀氏なさってた頃、うちの若い連中がお世話になったようで。お恥ずかしい。手元が危うくなってやめてもう15年にもなりますか。ってことはご主人も彫り物？はい、私は足にびっしりと練習のために彫りました。ああですよね、俺の知ってる彫り師もてめえの肌で練習してましたわ。今時は機械彫りなんてもんがありますからね。ありゃ痛みが少ねえとは聞きますが。あ、おお、ヤマメですよ。今釣ってきまして、皆さんのお食事にと。釣り場近くにあるんですか？この少し行った先の裏手に清流が流れてまして、キャンプもできるんで観光客なんかよく来てますよ。さっきも地区の婦人会か何かの方々がバーベキューを。婦人会？ご主人、釣り道具貸してもらえますか？始まったか。はい。ちょっと遠く行っちゃダメよ。わかってる？やだ、あの子ったらサンダル流して届かないわね、網か何か。
どうぞ。あら、ありがとうございます。お孫さんのですか？そうなんです、孫たちと町内会の行事で来てて。あそこの皆さんですか？女性の方ばっかりなんですね。シングルマザーの会なの。かくいう私も旦那と離婚して。ほほう。お、すごい、本当に釣れた。オッケー。なあ、魚は練り餌よりそこら辺にいるミミズの方がでけえのを狙えるんだぞ。すごい、ありがとうございます。あの、先に温泉。無理だ、あの二人は盛り上がっちまうと帰ってこないぞ。え、タカさんは根っからの女好きだし、代表はお祭り好きだし、シングルマザーのキャンプなんてめちゃくちゃ美味しいに決まってる。あの二人、指定暴力団のトップと重鎮ですよね。だいたい変に素人さんに絡んで問題でも起こしたら。二人とも相手の懐に入るのがうまいんだよ。だから揉めるようなことはほとんどねえ。それでも入れ墨見えちまったり、相手がニュースやなんかで二人の顔を知ってたりすると。あら、あの人どこかで見たような、テレビだったかしら。ほら来た。こんにちは、すみません、うちの仲間が、どっかで見た顔。よく言われるんですよ、あいつハゲてて痩せててヒゲって、マサオカ式っぽいからですかね。ああ、そうかも。慣れてる。数時間後。いくらなんでも夕飯の時間まで川遊びする必要あります？せっかく来たのに風呂入ってないんですよ。細けえこと言うなよ、楽しかったんだからいいじゃねえか。いいじゃねえか。川で半日遊んでたこの人ら。疲れたろ。めっちゃ疲れました。フォローすんのきついですね。なんだ、それじゃ誰とも連絡先交換しなかったのかよ。そりゃそうっすよ、さすがにこっちも身分隠してるんで。でも楽しかったっすね。明日も来てくださいね、なんて言われて。行くか、明日。行っちゃいますか。そこ、悪巧み禁止。夕食後。かー、いい酒だったな。ですよね、でも熱くなっちまいましたよ。もう一風呂行ってきますか。あんだけ飲んで風呂入ったら溺れますよ。さすがにやめといた方がいいんじゃないですか。確かにな。そんじゃ裏の井戸行ってみますか。それだ。はい、明かりもなんもねえのに危ないですって。それに結構距離が。問題ねえ、俺の歩いた後に道はできる。イサジさん酔ってるでしょ。酔ってますよね。あ、どうした、野口。すみません、代表とイサジさんが、シゲツグさんが便所行ってる間に裏の井戸に止めたんですが、振り切られまして。はあ、懐中電灯を借りてくる、あと追うぞ。はい。4時間後。やっと寝た。お疲れさん。本当に寝る瞬間まで好き放題やってましたね。昔からこうなんだよ、この人らは。でも組にいるときはここまでじゃないじゃないですか。そりゃまあそれなりの立場だからな。だが今日は下は誰もいねえし、人目を気にすることもない。となると弾けるだろうなと思ってたが。それを見越して来てくださったんですか。さすが古い付き合い、本当にありがとうございます。助かりました。いや、もともとこういうのは達夫さんや忍さんの役目だったんだよ。はあ。だから俺がやらなきゃ仕方ねえだろう。いろんな人がいなくなっちまったけど、まだ残ってるもんがたくさんある。今日は誘ってくれてありがとうよ、野口。大変だったが昔を思い出して楽しかったわ。そりゃ何よりですよ。なんとか無事に帰ってきた。頭。あ、牧村さんがまたやらかして伝説作って、動画が薬剤一端に広まってるんです。ヒーロー、内緒にしてって言ったじゃん。はあ。しかもそれがめちゃくちゃ加工されて、尾ひれ背びれついて広まって、
昨日からうちの組員になりたいって連中と牧村補佐と手を組みたいって組長方がどうにかしてつなぎ取ろうとしてきて、それ俺悪くないって、俺のせいじゃないってば。やっと上の人らの世話を終えて帰ってきたのに、こっちはこれか。伝説増やすなって言ってんだろうが、牧村ごめんなさい。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館今川動画制作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。